はい、どうも、おはこりです。しろこりです。今日は、アルティメートフィッシングシミュレーター2のデモ版が出ましたので、こちらをプレイしていこうと思います。デモ版だと、一箇所だけ、ジャクソンナショナルパークってところに行けるみたいですね。あ、チャマさん、おはこりです。来てくれてありがとうございます。今日ね、あ、豊内さん、おはこりです。来てくれてありがとうございます。いや、本当はね、今ぐらいの時間に私いつも寝てるんですけど、なんかね、早く寝たら、異様に早く起きてしまって、釣りでもしようかなって思いました。いや、3時間しか眠れなかったんだよな。だから、多分昼寝しますね。よし。はい。ちょっと触ったのでね、操作は大体は覚えました。今、画質、私は落としちゃってるんですけど、かなりね、景色も綺麗になったと思いますね。ウルトラ画質で起動したとき、かなり、ここら辺もね、綺麗でした。でも、私のパソコンでは配信には、耐えられそうになかったので落としました。朝配信感謝です。あ、こちらこそ、チアありがとうございます。チェマさんありがとうございます。ねマップがこのジャクソンナショナルパークってところは5箇所ファストトラベルできる場所があるのかな。あ、水族館もどきさん、おはこりです。来てくれてありがとうございます。釣りゲー、早速やっていきますよ。昨日だっけな?ちょっと自分で一人でやってみて、一応釣れました。釣ることはできました。一番最初にね、釣り竿をじゃなくて、この装備をいくつか変えられるんですけど、ちゃんと、いい装備にまず変えないとなかなか釣れなかったですね。水面の表現が良いですね。確かに、1の時よりね、全体的にグラフィック綺麗になってるかなって思います。まあ、私のこの画面は画質落としちゃってますけど、ちゃんとね、ウルトラ画質とかでやったら、綺麗でしたよ。で水の中の、こう投げると水中カメラも見れて、これがね、音がね、めっちゃ良くないですか?水中の音が。眠くなっちゃいそう。本当はね、夜にこの釣り配信をして、睡眠導入配信みたいにしたかったんですけど、昨日眠すぎてね。配信できなかった。いやー、この音がほんとめちゃくちゃいいんですよね。あと、この水中カメラもね、あう!来た。来たぞ。これで多分、あとは引っ張ればいい。引っ張って、スピードを上げて、よし、これで OK だな。よし、釣れた。これは、スモールマウスバス、小口バスってやつですか。OK。セール。今回ね、多分レベルとか上がらないし、お金貯めても何も買えないとは思うんですよね。朝まずめ配信ですね。朝、まずめ?まずめ?ってなんだ?朝釣り配信。あ、ねるこさん来てくれてありがとうございます。はい、朝釣り配信でございます。あ、魚いたね。ボーイズビービークバス。あっと、来た来た。これで右クリックで引っ掛けての後は引く。
最初ね、あ、ラインが赤くなってる。これは赤くならない程度に、引っ張りつつ、こいつ多分ちょっと大きいな。ちょっと大きいんじゃないか？あ、でも、割とすぐ来たな。回転したな。はい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 。あんまでもそこまででも40センチいってないですね。くるくる。くるくるしちゃいましたね。朝マズメは日が昇る頃にお魚が餌を取るのでよく釣れる時間帯のことです。あ、そういうことなんですね。釣りは早朝に行くみたいなのもありますし、あ、そういう、あ、時間帯のことなんだ。賢くなった。あんなに回転したの初めて見た。これね、右下にあるこのスピードってところを私は20くらいにしてストレートで引っ張るルアーを。ストレートっていうのは右上、ルアーの下に今ストレートって書いてあって、緑色にこうルアーが引っ張られてる図があると思うんですけど、このルアーの動かし方によって釣れる魚、呼び寄せられる魚が違った気がする。あ、前回1の時はね。テラリアも早朝に釣りバフかかってた覚えあったな。へえ、あ、引っかかってなかった。投げ直す。バスは下処理ちゃんとすると美味しいとか。へー、バス釣りで釣ったら食べれるの？下処理？臭みとかを抜く？あー、釣り行きたいな。でももうすぐ梅雨が終わったら夏、ちょっと行きたくない。これサーモン。あれ？サーモン？これ。これサーモンですか？なんか違う気がするな。レインボー、なんちゃら？わかんない。レインボートラウトみたいなやつでしたっけ？スピード上げて。ニジマス、あ、そうか。うん、レインボートラウト。ゲーミングマス確かにここら辺ゲーミングですね。デモ版じゃレベル上がんないよね、多分。そうだよね。まあでも2でもとりあえず釣ることはできるということが分かってよかった。1の時よりだいぶ画面が変わってる気がする。あと何いたっけな。鮭は確かいて、あと大口バスいたっけ。イエローパーチもいた気がするな。どれか一種類ね、まだ釣れてないんですよね。あ、いけなかった。すごく水の音が近い。あと何釣ってないんだっけなぁ。うわっ、来たね。いい調子だ、いい調子だ。オッケー。ここ大口バスはいないんでしたっけ？何がいるんだっけな。
一旦メニューに戻らないとか。今、ルアーで釣ってるんですけど、浮き、餌で釣る。これをね、使いこなせなくて。これ何が違うんだろう。どっちも 4g。重り。針の大きさがこれしかないんですよね。サイズ12。あと、餌は選べるのか。これにしてみる。で、これでまだ釣ったことないんですよね。釣れんのかな？これ糸短すぎ？この糸の長ささ。ドラグ、あ、カメラの遠さ設定できる。今知った。リールスピードはこれじゃん。プラスマイナスってどれ？あ、これか。魚いるけど、やっぱこれ糸短すぎ？なんかいる。え？あ、鳥だった。鳥がいた。結構流されてたな。何で調整するんだっけ、あれの長さ。この重りはこれに合わせるんですよね。1の時はね、これで釣る方が個人的には難しかった気がするんですけど、こっち投げてみる。あれ。昨日、VTuber のお友達の配信を見てても、餌で釣るのが難しいって言ってた気がするな。釣り道具がめちゃリアルですね。釣りの知識があった方が絶対に楽しめると思います。私は1の方もよく分からずやってました。 魚によって対応してる餌とか針の大きさとかが違うんですよね。あと下にロッド、うわー、かかった。え、初めてかかった、これで。わ、吐き出しちゃった。かかるんだ。はい。 ラインとロッドとリール
の3つ縦のメーターがあると思うんですけど、今回はこのメーターに注意しながら来るみたいですね。スピードと、ドラッグをも調節しながら。ここら辺よくわかんないんですけどね、私は。とりあえず赤のラインを越えないようにやっときゃいいんでしょう。知らないうちに結構流されるんだな。カメラのね、角度とかもこう変えられるんですよね。水の表現がかなり綺麗。製品版はもっと釣り具の種類も釣り場も釣れる魚も増えるでしょうから。また日本マップは DLC とかで来るのかな。のどかですね。さっき魚がかかったってことはこれでいいのか。この設定で良いのか。ギラルク、ギラルクってあのでかいやつでしたっけ。釣り、ああいうのってピラルクどこにいんだっけ。アマゾンとか、アマゾン川とか。ピラルク、あ、そうですよね。あのでっけえやつですよね。世界最大級の淡水魚。どこにいんだっけ。生息地。ピラルク。水族館とかでよく見るやつだ。アマゾン川流域。いや、アマゾン川は多分釣り場として来ると思うから、釣れるんじゃないですか？だって、1の時、かなりの大きさのカジキとか釣り上げてましたし、期待したいですね。今回は釣った後の魚の覚醒みたいなの、ロッチあるのかな？いや、水族館作りたいな。前の時も言ってましたけど、水族館作りたいな。お、来たぞ！あれ、見向きもしなかった。見向きもしなかったよ。もう40メートル近く流されてる。ちょっと動かすか。こんな流されるものでしたっけ？リアルだとこんなもんなんですかね。で、これ深さ調整できるのかな。さっきなんでかかったんだろう。これをこっちに変えてみたら何か変わるのか。重さ確かね、最初これがついてたんですよ。これ正しいの？これ。えで。もうちょっと浅いとこ行った方がいいのかな。
きこれでいいの？やっぱ重さ、重り、あれ。ちょっと違うとこ行ってみるか。こっち行ったことないな。1番行ったことない。ここ？いかにもここで釣りしてくださいみたいな。とりあえず投げてみるか。安城さん、モーニング。来てくれてありがとうございます。今日はね、釣りしてます。何あの泡、あの泡何？こういうとこでキャンプとかしつつ釣りしてみたいですね。これ引っかかるやつじゃねえ、岩に。ああ。やっぱ、糸をさ。コリキャン。コリキャン。なんかね、まだリリースされてないんですけど、みんなでキャンプするみたいなゲームが開発中なのかな？確かあった気がするので、やってみたいですね。と、ゲーム情報おぼろげなので、キャンプするゲームだった気がする。ポリキャンするか。いまいちこれで釣れる気がしないんだよな。釣れるのか。あ、こういう苔生えてる岩欲しくなっちゃう。もうちょっとね、ボブを広く設定したいですね。これ60くらい。せめて90欲しいな。私のベストは110なんですけど。あ。ちょっと、行き過ぎちゃった。こういうところにいるでしょ、お魚って。こういうところの下にさ。あ。もうちょっとこっちか。魚はいるな。あとはかかるかどうか。レインボートラウト、この餌に見向きもしなかったから、餌に興味がないか、もしくは釣り針のサイズが合ってないかですよね、多分。魚はいる。やっぱ見ないね、こっちね。釣り針はこのサイズしかデモ版では使えないっぽいから、餌を変えるか。パン、ブレッド。ここに釣れる魚書いてるじゃん。レインボートラウトって書いてあるよ。用意されてるのに釣れないとかある？もうこっちで行こう。こっちで行こう。釣れっかな。
構ここ魚多い気がしますね。今日は朝早いです。日本時間朝の7時。私は早く起きました。いつもはこの時間に寝ています。今日はね、できれば2回行動したくて、ヘルテイカーのアップデートが来たじゃないですか。ヘルテイカーやりたいんですよ。ここ浅いね。ここは餌でやった方がいい気がするけど。なんでこんな浅い？本当に？あ、ここか。4番。悪魔ナンパするやつ。そうです、そうです。新しいチャプターと、なんかデカゲ。あの魚でかくね。ここも魚たくさんいる。あ、そう。ヘルテイカーの新チャプターと、新悪魔がね、来たらしいので。なんか変なとこに引っかかってる。やりたいんですよ。もうダウンロードして、日本語かもっとも適用してあって、サムネもね作ってはあります。新チャプターがかなり難しいらしくて、正直自信ない。アップデート来る前のもライブ配信でプレイしたんですけど、かなり時間かかりましたね。今回も倉庫版みたいなゲーム性なのかな。難しい難しいって、まあ、私のツイッターのタイムラインではね、難しいって言いますね。どうしても解けなかったらスキップしてシナリオだけ楽しめるらしいんですけど、自分でクリアしないと実績は解除できないらしいので、できればね、自分でちゃんとクリアしたいですよね。あ、オッケー。手前、奥の方には魚の影見えないですね。もっと手前で餌で釣った方がいいのかな。いるけどね、かなり浅いところにいる。うん。これ、
これしかないもんね。1年前のヘルテイカーのアーカイブ最近見ました。マジっすか。お恥ずかしい。結構前のやつですよね。1年前か。配信始めたてですよ。あれ結構恥ずかしいんですよね。安城さん、まだ仕事中。あ、はい。見に来てくれてありがとうございます。お仕事頑張ってくださいね。これ今。ヘルテイカーの配信。なんであれだけあんなに再生されてるのか謎なんですよね。ただただ恥ずかしいだけなんだわ。あなたたちはどこへ行った？あれ姿が、あ、いるけど。チャンネルのホームに上から3つ目。上から3つ目はあれですよね。再生数の多いやつを並べてるやつですよね。今んところあれが一番なんですよね。一番じゃなくしたい。正直一番じゃなくしたいです。あれあんまりちょっと恥ずかしいからあんまり見られたくない。だからね、他の動画でどうにかこう追い抜きたいんですけど、なかなか追い抜けないんですよね。あいつ素通りしたんだけど。釣れんくね？餌で釣れんくね？このゲームね、初期釣り具で釣れないとかあるからな。釣れないんじゃね？釣れるのか。さっき一回かかりましたもんね。釣れなくはないのか。やっぱさ、ここが一番なんだよ、ここが。チャンネルのフォームね、どの動画再生リストを表示しようかはずっと悩んでるんですけど、あ、わかった。なんで話したん？引っ張りすぎちゃったか。新モデルができたら、
ちゃんと自己紹介動画的なのを作りたいですね。自己紹介か、もしくはゲーム紹介動画？え、めっちゃ暴れるね。ナマズめっちゃ暴れる。そんなに大きくないや。レイアウトでおすすめ動画とかチャンネル紹介動画を設定できますね。一応してますよ。ただ、チャンネル紹介動画とかを作ってないだけで、なんだっけ。今は、2020年プレイした中でお気に入りのゲーム紹介みたいな動画をチャンネル紹介動画のところに設定してますね。で、おすすめ動画っていうのに、あれ多分再生回数多い順ですよね。それにヘルテイカーが入ってるはず。あれ、早っ。あれ、YouTube の話ですよね。Twitch の話だったのかな。あ、トロンベさん、おはこりです。ちょっとだけ覗きに。ありがとうございます。ただただ釣りをしています。たあ。お前あんま釣ったことない。あ、つべ。はい、つべはね、一応設定しています。イエローパーチ。イエローパーチって、日本語で言うと何なんだ？イエローパーパーチ魚ヨーロピアンパーチ鈴木木ペルカカイエローパーチはイエローパーチだった。熱盛でもいたか、イエローパーチって。熱盛もう全然起動してないや。一応持ってるんですけど。あとね、モンハンライズもね、買ったんですよ。アンドレスさん、はい。I'm fine, thank you.アンドレスさんはお元気ですか？モンハンライズ買ったんですけど、飼い主ちゃんがね、やるって言うから、一緒に買ったんですけど、あんまりやってくれないから、私もあんまり進めてない。よっ。はい、今は釣りをしています。ぬ。レインボー。
は魚よくいるよな。今日あんま40センチ超えがあんまり釣れない。はい、ライズ買ったんですよ。配信予定はないです。あれがないんで、キャプチャーボードがないので配信はできません。パソコン版が1年後に出るらしいんですけど、どっちにしろ配信するかはちょっとわかんないですね。あんまガチではプレイしないので、なんか配信してもこう下手くそとか言われるかもしれないから あんま大きいの釣れない。最大何センチなんだろう。今デモ版だと魚図鑑みたいなの見れないのかな。ライズではね、今私は、笛使ってます、笛。今まで使ったことなかったんですけどね。前は、双中根使ってて、モンハンワールドでは弓を使って、今回は笛使ってます。弓を使いたいところなんですけど、スイッチ、私パッド操作がとにかく苦手なんですよ。エイムとかできないから。ワールドはパソコン版を買ったから、まあ弓でやってたんですけど、マニアックな武器選択今回ね、笛が結構強いという噂を聞いてやってみました。モンハンライズの PC 版は来年らしいみたいですね。1年後って聞きました。武器の趣味めっちゃ似てて嬉しい。あ、本当ですか。おっつ、ああ、今回笛が、演奏しなくても、ただこう叩いてるだけで勝手に演奏がかかる。そうそう、使いやすくなったみたいですね。今までやったことなかったけど体験とか太刀とかは、ちゃんと使ったことないですね、私。使った方がいいのかもしれないですけど。よ、はい。今日やけに魚がブルンブルンするな。ハチはだいたいいつも安定して強い印象ある。なるほど。今回も。タチ強いみたいですね。まあ、あの世界観に合ってますしね、今回の和風な。顔をピッカピカに光らせたい。顔を光らせる？モンハンですか？シリーズごとに使用武器が違うんですね。双中根が個人的には使いやすかったんですけど、エキスを取らないと、まあ、弱いじゃないですか。で、しかも、飛び乗るっていうのがあまり
武器にならなくなったから、まあ、そんなあえて使わなくてもいいかなっていう。ああ、モンハンの顔の、確かにあれありましたね。ペイント蛍光色選べましたね。確かに。なんで蛍光なんて思いましたけど。あ、これでかい。昔は初心者向けとか、とりあえず的な武器。あ、片手？あー。片手、なんかうまく使いこなそう。使いこなせれば強いけど、玄人向けみたいな、の噂を聞く。今はもう太刀。太刀もかっこいいんですよね、見た目がね。太刀も迷いましたが、飼い主さんが太刀でやるっていうからさ、かぶるのもなと思って。配信見た限り、ガンス飛行も楽しそう。ガンスか。あまりいじったことないですね。ガンス飛行飛べるんですか？片手笛操縦コンはサポートって印象。片手もサポートなんですか？あ、タイトルによって若干違うかもだけど、なるほど。操縦コン、前はね、乗ることができればサポートだったかもしれないですけど、今別にね、操縦コンじゃなくてもいいから。片手やっぱそうですよね。初心者というより、使い慣れないと、ちゃんとダメージが出せないみたいな。武器しまわなくてもアイテム使えるようになってからは、片手はサポートイメージ強くなった。あ、そうなんですね。へぇー。あー、アイテムで味方をサポートしていく。あ、なるほど。片手も使ったことないですね、私。おっと。なんかでかげじゃない？でかそうじゃない？うん、ちょっと暴れるね。よいしょー。え？めっちゃ荒ぶってたな今。あ、まあでも 40.7cm か。データ引き継げりゃな、めっちゃお金貯めとくんだけどな。キノコ、広域、和なし、麻痺強化。へぇー。キノコ、罠、麻痺は手数が多いからってことですか？安城さん。ちょっと待ってくださいね。あのね、英語を翻訳してくれるコメントビューアーがスクロールしてくれなくて。手動スクロールなんでそう。もうちょっと。来い来い。OK。40センチいってないね。最近 FPS ゲームをプレイしましたか？ FPS。 いやー、シューターはやってないですね。シューターはプレイしていないです。一人称視点のゲームはやってますけど、
シューターゲームはやってないですね。お。こいこい。FPS はいろいろ幅広くあるからね。最近私はディープロックギャラクティックがメインになってきた。トゥーチさん結構ディープロックギャラクティックやってらっしゃいますよね。あれ、まあ私も持ってるんですけど、酔うんですよね。そう、酔うんだわ。視野角もうちょっといじれればいけるのかな。そのうちバイオショックインフィニットを動画で投稿していきたいんですけど、動画投稿しようと思ってサムネも配信画面も作ってあるんですけど、他のゲームでちょっといっぱいいっぱいになってしまって。お、酒！酒じゃ！あ、LINE めっちゃ、あ、取られた。取ったぞ、あいつ。何しやがる？ちょっと。いや、あいつ、でかかったな。あんないるんだ。FPS をプレイしたいっていう時と、なんかもうちょっとまったりしたやつやりたいっていう時がありますよね。今は、まあアドベンチャーとか、ちょっとまったり寄りのゲームの気分かな。うん。あるある。今、ユアクロニクルやってる。ユアクロニクル、ほんとずっとやっちゃいますね。気を抜くと、ずっと画面眺めて、こう、ポチポチやっちゃうんですよ。危険ですよ、あれ。作業が進まなくなっちゃう。基本、放置ゲーですけど、微妙に手動が必要なところがあるじゃないですか。あれがね、やばいっすわ。怠惰極めないと放置できない放置ゲー。あ、ほんとですよね。怠惰のテンプレ？スロット？買いたいけど、みたいになってます。いや、一回ね、課金して、何買ったんだっけな？なんかのテンプレート買ったんですよね。今月さらなる課金はちょっと。パーティースロットか、買ったの。パーティースロットのため無料ルビー貯めてますー。いやー、パーティースロットはね、ないと、ボーナスがやっぱ大きいですからね。なんか話そうと思ったことがあったんだけど忘れちゃった。
なんだったっけな、すぐ忘れちゃうんだよな、もう。もうお魚だからしょうがないっすね。もうちょい。けー。うむ。いや、さっきのでっかい鮭な。お、あちゃまさん、チアありがとうございます。登録者600人。はい、ありがとうございます。YouTube のチャンネル登録者が600人いきました。ありがとうございます。まあ、特に今回、記念配信とかはしません。今使ってるモデルの、で、配信する、最後とかは、やりたいなと思ってます。振り返り配信みたいなね。あ、豚玉さん、おはようございます。来てくれてありがとうございます。釣りしてますよ、釣り。これちょっとでかそうじゃない？これ。これでかそうじゃ、あ、暴れてる。600人めでたい。ありがとうございます。いやー、ありがたい。ありがたいですわ、本当に。いや、不思議とね、ここ数ヶ月は、ほぼほぼ毎日投稿できてて。あ、とてもね、充実しております。え、ちょ、荒ぶるな、こいつ。こいつでかいぞ。釣りいいよね。いいんですよ。まだデモ版なんですけど、製品版が非常に楽しみ。こいつでこわいぞ。こいこい。オッケー。おー。あ、で、でかい。でも、46センチか。あー、さっきのサーモン釣りたい、サーモン。でかいのかかった時用にちょっとこれ緩めといた方がいいのかな。ありがとうございます。え、あ、サーモン、サーモンだ、サーモンだ、うまそう、食わせてくれ。サーモンのカルパッチョ食べたいです。釣った後の料理も楽しい。いいなぁ。これ食べたい、これ。食べれる、これ。刺身食わせろ。刺身食わせやがれ。よし、いいぞ。順調に引っ張れてる。オッケーだぞ。ういー。やったー。あ、一番、今までで一番でかいかも。すごい赤いね。ソックアイサーモン？ ソックアイサーモン？いや、この口やばいね。なんか鳥みたいね、これ。やばいね。やったね。今までで一番でけえ。晩酌つまみにカルパッチョ最高じゃ。いや、いいですね。刺身買ってこようかな。
かった、連れて。あいつさっきのやつかな。さっき逃げられたんですよ、サーモンに。もっとでかいのいるのかな。ベニザケ。ああ、ベニザケ。ベニザケ。ああ。だから赤かったのか。なるほど。もっ。ナマズ。コリドラスはナマズの仲間。おひげはかわいい。よっしゃ。イエ。さっきのに比べたら楽勝っすわ。よし。トークアイサーモン。寿司、あ。なんで？なんであいつたまに逃げるん？何かが合ってない？合わせが良くなかった。いやー、早く海にも行きたいですね、このゲームでね。来た。OK かな。よしよし。うん。釣り行きたくなりますね。いや、本当に。釣り行きたいですわ。まったりね。よっ、なんか来た。 OK かな。君は小さいから楽勝だろう。鮭釣りてえな、鮭。 OK。 これ縞模様が綺麗ですね。うろこいいな。川とかで釣り具レンタルしてくれてるとことかあるのかな。釣り堀じゃないとないのかな。まあ、釣り堀でもいいんですけど。おい。ちっちゃい。
この合わせっていうのが成功してるのかどうなのかがよくわかんないですよね。ちっちゃい。最大サイズが気になる。ヘルプフィッシュ。魚図鑑とかはないみたいですね。デモ版は。1の時は魚図鑑を見れば、魚ごとに対応してる餌とかが載ってた気がする。あ、鮭だ。じゃあ、この子はそんな大きくない。暴れても無駄じゃ。これさ、こっから下のぐにょぐにょ具合すごくない？この半分から下がさ、すごいぐにゃぐにゃしてますね。あ、そういえば、モンハンライズはですね、やっと、マガイマガドだっけ？を倒したところで止まっています。今回、ガルクだっけ？犬ちゃんがめちゃくちゃ便利ですね。ただ、モンハンワールドでの、シルベムシだっけ？に慣れちゃってたから、マップの移動？どこに行けばいいみたいなのが、わかりにくくて、めちゃくちゃ迷う。この鉱石取りに行きたいのに、どこにあるんだよみたいな。あのかけり虫をうまく使えるようになると探索も最初は楽しいですね。で、使わなきゃいけないところに素材があったりすると若干めんどくさいけど。38センチ。ね、これで OK か？うん、よし。
げえ。あと一匹ぐらい釣ったら、朝の配信は終了するか。よっ。オッケーかな。うん。オッケー。うまくなってきました。あ、そんな気がしますね。あとこの位置あの方向がめっちゃ魚がいるということが判明しました。よし、朝の配信はこれで終わりましょう。またね、このアルティメットフィッシングシミュレーター2がリリースされたら買おうと思います。またマルチができるようならね、これぐらいなら3駆型でやっても3駆型にする意味あるのかって話ですけど、まあ、一緒に釣りをしても良さげですよね。マルチって言っても、ただもう隣に立って釣り糸一緒に垂らしてるぐらいしか要素ないですけどね。あとはスコアを競うとかはあったかな。それぐらいかな。はい見てくださってありがとうございました。よいしょ。来てくださってコメントくださった方が、チャマさん、トヨチさん、水族館もどきさん、ネルコさん、アンジョーさん、トロンベさん、アンドレスさん、ウタタマさん、コメントくださってありがとうございました。ドチャマさん、チアありがとうございました。それでは、こちらの配信は終了します。ありがとうございました。おつこりでーす。